はい、こんにちは。ちょっとした Tips ですね。最近発見した、Tips で、もしかしたらこれ使えるかもと思ったものを、紹介したいなと思います。これはですね、あの博報堂かどっかの有名コピーライターの人が使ってるって言ってた方法で、やってみて結構いいなと僕は思ったものなんですけど、リサーチをある程度まとめてこうアイデアを出す段階で、その商品のイメージに合うなって思う、その刺激したい感情のそのに合う、映画のサントラを聞くっていう方法、もしくはそのレターを一通り書き上げて編集段階でまたその同じサントラを聞きながら編集をするというような形なんですけど、できたらその場面によって切り替えるといいかなと思っていて、そのボディのコピーは例えばシリアスな雰囲気で、例えばスイッチ以降だったらちょっと変わると思うので、その上げ感のある雰囲気とか、そういう風に音楽を変えるといいと思うんですけど、結構そのこのコピーライターの人は、その商品の印象に合わせて映画のサントラをこういろいろ変えて、聞いてアイデアを出すっていうことをやってると言ってました。で、小川さんが昔研修でその音楽が感情を作るっていうようなことを、言ってたから、あながちこれ悪くない方法なのかなと思ってるんですけど、実際その音楽と感情っていう結びつきっていうのは結構調べると出てくるんですけど、リンクをねつけてますけども、結構出てきますというところで、例えばその心理学の研究で、あるこうアスリートのドキュメンタリー、流しました。で、同じシーンを見せたんですけど、一つその明るいこうアップテンポの曲を、聴きながらそれを見たっていう人たちは、このアスリートは明るくこう活動的な人生をこれまで歩んできたんだなみたいな印象を受けたらしいんですね。で、一方で、静かな曲と一緒に見た人は、なんかこの人下積み積んだこう苦労人だなみたいな、怪我に耐えて頑張ったんだなみたいな印象をもう強く持ったということらしく、そのぐらいその、音楽と感情が強くリンクしてるよっていうところなんですけど、あれですよね、まさに番組のプロフェッショナル、仕事の流儀とかっていうのはまさにこんな感じで、毎回こう同じパターンなんですけど、こうシーンに合わせてこう感情の起伏を結構音楽でこうしっかりつけてるなという印象ですね。持ってほしい感情に合わせて音楽を変えてるというような感じで、で、音楽によって実際その自分だとか相手の感情をコントロールできる、自分の感情を、音楽が代弁してくれる効果があるというようなことなどなどですね、このいろんな研究結果というか音楽と感情の関連性が証明されていますというところなんで、効果はあるでしょう。で、今はそのビデオの実際それを知っているので、僕らはビデオの編集段階で BGM を選んで入れていると思うんですけど、そもそもその文章を組み立てる段階でどういう感情を刺激したいかって、その企画シートで書いてるじゃないですか。なんで、それをこう意識しながら、そのやっていく、実際意識はしていると思うんですけど、文章出来上がる前からその音楽を考えておく、音楽をそれに合わせたものにしておくとよりいいんじゃないかなというふうには思いました。で、ちなみに今その実際実践した事例でいくと、僕自身は西先生の講座ですかね、人材学というレターを書くときに、戦後のこう焼け野原から立ち上がった人たち、戦争には負けたけど次は絶対負けねえぞみたいな形で基本そのハングリー精神を発揮して、勝ち残った人たちみたいなイメージが講座は、メインとしてあるので、その人たちってその時どんな感情を持ったんだろうかなみたいなことを考えて、アイデアを出すために、リサーチを一通りした後に、ランニングしてる時とかに映画のロッキーのテーマを、僕ずっと聞いたんですけど、あれも貧乏のボクサーがこう成り上がるっていうストーリーで、なんかちょっとイメージ合うなと思ったんでずっと聞いてました。で、実際それをアイデア出すに、結構良かったなというふうに思ったんですけど、でもしくはそのもう一個の事例でいくと、最近だと北野さんのパワーゲームですねっていう講座があって、それを、やってる時にレターの編集時に、バットマンの僕ダークナイトっていう曲を聴いてたんですけど、ダークナイトの音楽サントラを聴いてたんですけど、これは、レターのテーマが中国の侵略にこうやられっぱなしの日本みたいな感じなので、警告トリガーなんで、ちょっとダークナイトの雰囲気とマッチするなというところがあったので、それを聴きながら編集したら結構ね、編集がはかどったなという印象がありました。なんで、正直バッチリこれ証明はできるわけじゃないし、まだそんな長くやってないんですけど、証明はできるわけじゃないんですけども、なんとなく効果を感じているところです。なので、実際その、右脳を活性化するとかもあると思うんですけど、なんか補助的にこう使うのっていいんじゃないかなというふうに今思っています。で、ただ、集中力が必要な仕事の時、例えばそのがっつりライティングするとか、考え事するとか、っていうような時はあんまり使ってないです。基本的には、リサーチのインプットを終えた後にこうそれをこう付加させたいというか、なんとなくアイデア出したり固めたいっていう時とか、あと一通りその書き上げて、それを編集するっていう段階にはマッチしたなという印象だったので、そういう時に使っています。
いや、そういえばですね、もう一個思い出したんですけど、数千万部確か売った、編集者の人、出版の編集者の人がいるんですけど、その人を結構音楽マニアで、これに近いことをやってるって言ってました。基本的には、本を書くときに、章立てごとにもう その時、その人は書く前に章立てざっくり決めたら、その章立てごとにもプレイリストみたいなの、テーマソングを章立てごとに決めて、それで専用のプレイリストを作るらしいんですね、毎回。その本の、この本、例えば、読書術みたいな本を書くとしたら、その本専用のプレイリストみたいなのを作ってしまって、わざわざそれを、書くときに聞きながら書いてるっていうことですね、本を。なんで、まあ、合うかどうかって分かんないんですけど、音楽と感情という結びつきが、まあ、強くあるということが、いろいろ分かっているので、まあ、試してもらってもいいんじゃないかなというふうに思いました。はい、ちょっとしたチップスでした。はい、ありがとうございました。